タリ君、ねえ、聞こえる？優しくて心が落ち着く音。琵琶か。クコクに伝わる楽器だ。素敵な曲でした。美しい音色だ。懐かしかった。今日もどこぞで誰かが私の噂をする。千の音色の読み、人は私をそう呼びます。おお、なんか素敵。世界を渡り歩き、あまたの曲を学びました。時や場所、人に合わせて歌うのです。面白そうだ。では一曲頼もうか。ですがただでとは参りません。何せ千の音色ですから。ひかりくん、お金持ってるべか。うん。これでどうだ。これで頼めるか、ヨミ殿。もちろんです。これだけあれば歌えますとも。あなた様にぴったりの曲を。ん？準備がありますので、演奏は明日の夜としましょう。いい演奏にはいい準備をってことですね。その通りです。心を弾ませ、お待ちください。ようこそいらっしゃったお二方。さあ、千の音色を心ゆくまで聞いていかれよ。あれ、ヨミさん、なんか雰囲気変わった？もしや、あの金で上等な服を？と言いたいところなのだが、申し訳ない。実はちょっと困ったことがありまして。ヨミさん？ほら、弦がけばだっています。張り替えなければ。まだ弾けんのか。これでは折れた剣で戦に向かうようなものです。それは大変だべ。確か琵琶の弦は馬の尾を使っていたな。はい、近くに馬主がいますが、これがなかなか頑固者で、雪吊りの私とは目も合わせてくれないのです。なんだかうちの父さんみたいな人。ならばアグネア、そなたから頼んでくれんか。よし、任せてください。ヨミさん、これでいいんですか？なんと、実に上質な尾です。
あなたも人の心を動かす才能がおありのようだ。そうかな。私の腕に見合う至極の弦ができるでしょう。しかし今はまだその時ではありません。その音色に胸を躍らせ、明日またお越しください。またか。楽しみは待つほど大きくなるよ。待とうよ、光くん。そなたは前向きだな。見つけた。おお、ようこそお二方。急に姿をくらますな。探したぞ。これはこれは失礼をいたしました。ですが今宵の月があまりに美しかったもので。綺麗。この曲は月明かりの下で弾きたい。至極の服に至極の弦、そして至極の舞台。ありがとうお二方、これにて全てが揃いました。長い道のりだったな。ようやくこの歌を奏でられます。こんな歌初めて。とっても感動した。でもどうしてだろう、なんだか切なくなる。心の灯火、私にとって特別な歌です。清掃し弦を張り、月の下で弾く。それがこの歌を歌う時のしきたりなのです。ヨミさん、どうしてその曲を私たちに。いつか聞いた歌だ。かつて琵琶をたしなむ友がいた。
よく弾いてくれたのだ。月という名でな、心もその音色も優しいものだった。だった。だが黄泉殿の奏でる音色は月とは違う。悲しい音色だ。曲は終わりました。私はこれにて。